家族の肖像。どうしてこう言いづらいタイトルばっかりつけんだろう。さっきはニューミュージックなんとかかんとかでしょ。今度家族の肖像ってなるんだってば。だから家族の肖像ね。行きますからね。今週もいい作品をたくさんありがとう。まずこの方から。今日もねいっぱいあるからパート3まで設け出したからね。ほとんどいい加減なんですから壊せないな。もうパート4だってパート5だって当たるわね。時間なくなったらパート1で終わりね。でじゃあまずだ第一次面接通過あたりからね。もう第一次面接通過はあとね。じゃあこの辺行こう。神奈川県のニーシャンの作品。母の日に生まれて初めて16年間の感謝を込め母にプレゼントをした。母にブラウスを買ってあげるとか言って2人でデパートに行きました。優しいですね。本当は1人で選びたかったけどこの一言なきゃもっと優しいんですけどね。買い物が終わって私がどっかで休もうとか言ったら母が屋上かいって言うんです。小さい頃はそらよくデパートに来ると行きましたから母はそう言ったでしょ。ここで改めて母に16年の感謝を込めていつまでも長生きしてください。このように来てますけどね。もうあれなんじゃありません。本当よく言うけどさ、親って、子供が40になっても50になってもさ、やっぱり自分たちは子供だもんね。疲れたらおぶってやろうかとか思うわけなんじゃないでしょうかね。あれ淡谷のり子さんのお母さんが未だにステージ出るときにね、転ばないようにしなさいよとかいろいろ気にするって言いますもんね。なんか親ってすごいもんですね。おやほらちょっと出てんな私も今日どうかしてんじゃないですか私。それから横浜市金沢区。嘘だ、金沢区なんてあるの。小島ちゃん住んでたの、住んでたの。あら本当に大変なとこにお住まいですね。中村純子さん、なんだっけ、いとこの小学校1年の女の子がうちに遊びに来た。その時うちの母ちゃんがお父さんはどうしてるって聞いてあげた。たらその子がお父さんね、昨日夜遅く帰ってきたからね、んでお母さん起こしたけどね、お母さん起きてくれないからね、一人でご飯よそって食べた。情けなくなってきた母ちゃんがまた、でそれからどうしたのって聞いたの。したらその子また言ったの、今朝ねお母さんの機嫌悪くてね、お父さんお母さんの肩もんでた。でねお母さん布団に潜ってまた寝ちゃったから、お父さんが朝ごはん作ってくれた。でもまずかった、かわいそうな私のおじさん。ちなみに私のおじさんはかの有名な聖福院という寺の師匠です。これに来たわり、あります。横浜市金沢区の正しいに福聖福院、聖福院、え聖福院でしょうね多分ね。小島ちゃん知らない、かの有名ななんかそういうお寺があるそうなんでね、今度そこの前を通りましたら、ああこの人が奥さんの方もんだにもかかわらずご飯作ってもらえなくって、ああこの人が小学校1年の娘に、ああそうかとこのように思ってありがたいなとかって思っていただきたい。次の方、愛知県、名前はね、はあ呼んでいいの、八塚和恵ちゃんの作品。私が下校時刻の時雨だったもんだでうちに電話したわけですよ、迎えに来てもらうために。で電話番号は間違わずにかけた。でもって私が、あお母さんと言って迎えに来てって言おうと思ったら、ちょうど父が出て、違いますと言って電話を切ってしまった。バカだな、みゆきさんこんなことってありますか。おかげでもう一回かけたのらったった、20円返せ。こう言ってますよね。なんかメリハリのあるお父さんだな。自分の娘がさ、お母さんって聞いて違いますできる親も本当に握手券以外の何物でもないと思うわけですがね。でもって時間なのでコマーシャルに行けと小泣きじじが言っておりますので、コマーシャル。
イバンドのニューシングル、ビューティフルエネルギー。人生は巡り巡り、立ち止まろうとはしない。堀内孝雄です。僕のギター、もちろんモーリスギターです。はい、水沢明です。これが話題のチーズケーキ、クールン。美味しいチーズケーキが牛乳を加えて冷蔵庫で冷やすだけでできちゃうの。ほら、見える？見えない？ラジオ壊れてるんじゃない？焼かずにできます、チーズケーキクールン。尾崎亜美です。こんな新しいプロポーズどうかな。Can love, you can feel、 ガラスの靴をわざと忘れた。アミのニューシングル21世紀のシンデレラは6月1日発売されちゃいます。尾崎亜美です。こんな新しいプロポーズどうかな。 Can love, you can feel、 ガラスの靴をわざと忘れた。ニューシングル21世紀のシンデレラは6月1日発売されちゃいます。ジャニス、ジャニスイアン、ジャニス。映画復活の日のテーマ、ジャニスイアンが歌う You are love。ボロが歌う塚田春を無音ライダースが飛ぶ、アン・ルイスが弾む、そして沢田研二が爆発する。5月24日横浜スタジアムジュリーコンサートにモアーズクラブ会員をご招待。お申し込みは 044-211-1140 まで。岡田屋モアーズ川崎駅前に5月15日オープン。マクドナルドの新しい歌、嬉しい出会い、いつだってどこだって誰だって、言葉は一つだけ、世界の言葉、マクドナルド。パルファーストコンサートのお知らせ。夜明けのマイウェイのパルが6月9日6時半から読売ホールでファーストコンサートを行います。チケットは日本放送をはじめ都内各プレイガイドで好評発売中。お問い合わせは 479-3271 ビッグショットまで。お邪魔いたしました。早速ですが、匿名、お便器ですかさん、お便器ですかミルキーうちの弟面白いさ。ある日のことなんだけどさ、オンモにある鯉のぼりを見て、どうして鯉のぼりってあるのって聞いたのさ。私はお利口な兄ちゃんだから、子供の日が近いしね、なんか子供電話なんとかそうだみたいですけどね、たくさんの人にたくさんの恋を味わってもらいたい、どこがもらいたいからなんだすよと言った。知ったけさ、弟ったら、ほんじゃおひな様の日にもひなのぼりってあるのけと言ったさ。おらは青少年だから、うん、あるよ、でもたくさんつけるでしょ。おひな様の分、おだいり様の分、三人患者の分、ひしまちの分、バカかお前は、五人囃子の分だから難しいんだよねと言った。じゃあそれはどこにあんのさと言うから、あのえらはえなかじまみゆきという人の家にあるんだと話は続く。今度行こうね、そのうちにね、とうとうとは言った。みゆきさん3月3日行きますから本当にうち中窓から満願食という感じで、なんか鯉のぼりじゃない、ひなのぼりを出さなきゃなんないって感じで、この人センスがいいので握手券と思うわけでありますがね。突然ですけど、
お手紙なんか読ませていただきたいと思うわけですけどね。突然お話変わりますけども、あ、じゃねえや、こっちだしけしけ、みゆきさん元気、サントリーガール、いいですね、本当名前にも青少年向きにちゃんと振りがなってあるって谷山花心さんとか読んでおりますのでね、え、本当に、うん、しっかりそういうのはもうマネージャーがやってんじゃないかと思うんだけど、わざと、うん、ね、そういうのって割とさ、いや漢字間違えるってあるよ、いやひろこと花子は間違えるかもしれない、それ似てるわな、そこに振り仮名振るとこまでよ、ひらがなしっかりは、ま、こうよ来週から今度コンサートの時、こんばんは花子です失礼してもんじゃないね、あの大主演者がせっかくやってくれたんだからね、うん、という感じでありまして、よく来たわね、うん、嬉しったら嬉しない、曲かけるからね、ありがとう、はがき読むよ、先に、うん、読みたい、うん、じゃあこれ読んだら、うん、いいの読んで、うん、どうぞ、東京都足立区の、名前読んでダメなとこは読むなよ、匿名希望のまみちゃん、やれやれ、はいはい、昨日母に頼まれて父の書斎を掃除していたら、机の上に置いてあった本の間から父のへそくりらしい一万円札が出てきた。で、私と母はどうせ余ってるお金なんだから有効に使おうと相談し、来月の父の日に我が家の食卓を飾るごちそうと父へ贈るプレゼントにこのお金を使うことにしました。お父様はさぞ喜んでくれることでしょう、わり、このように来ておりますがね、うん、これで DJ やってんだよね、これでDJ やってんだよね、うん、もうやってないよ、あ、もうやってないの、うん、もうこれは私は好き放題やるって感じでいつ復讐されるか怖いからあれし、ここで一言言っていきなり関西方面でバーッと反響が仕返しが来ちゃうからね、ひろこの番組で、あ、もうクビになったの、クビじゃないの、お休みなの、そうなの、うん、山崎箱なんかクビですけどねそうなのよね、ひろこの場合は割とさ、なんだっけ、ギャルギャルコーブだっけ、うん、品のいい番組でしたね、そうだね、本当にね、ディレクターの品がいいね、あの感じでやっぱり読むときでもね、うん、なんだっけ、なんだっけ、今のハガキなんかね、うん、机の上に置いてあった本の間から父のへそくりらしい一万円札が出てきたなんていうわけですけど、私が読むと怖いからね、机の上に置いてあった本の間から父のへそくりらしい一万円札が出てきた、こうなります、物事はメリハリが大事と、オールナイト日本メリハリ以外の何者もない番組ですけどね、次のハガキ、この際だからひろこあってのやつもう一枚読むかもうほとんどいい加減ですから、こうせどうせいないんだもの二人して示し合わせて休みやがって、言葉悪いですね最近、デートペンネーム、ペンネームないない、あ、書いてある、ないんだよね、でもペンネームがないから本名を読むよ、く、でも読んでこれ差し支えありそうだからまたあきちゃん、うん、お晩です、4月16日の秋田、4月19日の青森の谷山浜子コンサートにチャリンコで行ってきたんだ、秋田まで105キロ、青森まで115キロだ、すごいべ、え、でこの方はどこ、青森県西郡岩崎、なんとかかんとか、僕は谷山ひろこに触ったべ、そういうコンサートですか、わりと違う、すごいべ、はぁ、あ、触らせて2500円ですか、知らない、意外と安いですね、2000円ぐらいじゃないの、触って2000円、触って知らない知らないよ、ほんとにどうせうちなんか触らせなくて2500円ですよ、谷山ひろこコンサートの場合、コンサートの場合は思わず止まりましたから触らせて2000円、まず話を続けましょう、みゆきさんと山崎箱さんと細川智嗣さんと山川悦子さんとひろこさんの父と母以外誰も触ったことのない谷山ひろこの右の肩に触ったんだ、なんでどういうもんですか、知りませんけどね、おーおー、うん、で一緒に写ってる写真入れておいたからの、それじゃあさよなら、この手紙読んでくれたらまた来週書くでの、ということで写真が来てるので、うん、パッ、うめー一丁前に寄り添っちゃったりして、このすっ
けべなんて手に見せたりして、あはじゃないんだって。この人覚えてます？うん、なんとなく覚えてるよ。なんかくれた？覚えてないな。あ、物もらわなかったんでしょ？もらったの。じゃあ覚えてるでしょ。食い物でしょ。ノグゼマをもらいましたね。なんでノグゼマもらわなきゃいけない？ノグゼマってなんだっけ？あの洗顔クリーム。そっか、2箱セットでリボンかけて。あ、私はまた喉の薬が飲むだと思います。飲んで飲んだら効くでしょうかね。あ、そっか。あ、物もらうと覚えてる。そういう人なんですね、うん、2缶もらうと寄り添っちゃうわけね。いや、一応ね、写真撮らせてくださいって言ったらね、寄り添うことにしてるわけ。寄り添っちゃうわけね、うん、割とこう積極にこの一緒に撮ってくださいとか一応言ってしまったこの男の人はさ、うん、緊張して直立で行ってさ、うん、その横ではいはいぐらいなもんで、うん、割と寄り添ってんのがいいのもなかったりするわけですけどもね。いつも同じ顔するの。すごいですね、うん、女の人でもこうでしょ。そうで、私の時にはの話本当に盛り上がりました。いやあんまりいつも変わらない服着てるね。これでしょ。いいね。うん、いいでしょ。去年も着てなかった。これはね、うん、今年の初めに買ったの。あ、画期的だな。自分で選んだね。ワゴンセールか。うん、ちゃんと高いの買ったの。パルコのグランバザルか。どこだ、青山のなんとかってお店で。本当に、うん、すごいな。マネージャーと言って当日にね。あ、マネージャーが払ったんだ。そう、当たり前なんだ。それはな、春でしょ。うん、春はほらやっぱりあのなんていうの、会社の予算切り替えの時期でさ、うん、毎年の予算が余るとそうすると、誰かに服でも買ってやろうかと。で、連れて、ほら、まあ、部長とかその辺がさ、マネージャー呼んでさ、うん、お前らタレントにね、セーターでも買ってやりとかってさ、千円札1枚とか持たせてやったりどういう時期なのよね。という感じで、いきなり谷山浜子じゃない、谷山ひろ子の雰囲気がね、ぶわーっと盛り上がってきたようなのでね、じゃあ、せっかくですからね、曲なんかかけてみたいと思うわけ。はい。ね。はい、やっぱりカントリーガールかな。うん、新曲。今ね。じゃあ、新曲、カントリーガール、谷山ひろ子さん。違う、君の目の中で、夕焼けが燃える。感じが君の微笑みは草原の匂いがする。
の仮面のこと化粧の不満のおしゃれな娘にさっさと乗り換えたのさ。迫る後楽園の絶叫マシンブーメランスカイフラワーの100万人目の登場日は何月何日から。今レオネスイングバックが当たる絶叫クイズ実施中。お問い合わせは後楽園遊園地 811-2111 絶叫クイズ係。詳しくは新聞雑誌で。パパ、どうして私たちと暮らさないの？ダーリー、固い絆を求め合う家族の愛が今爽やかな涙を誘う感動のアメリカ映画ランニング。5月24日ロードショー。ジャニス、ジャニス・イアン、ジャニス。映画2つの日のテーマ、ジャニス・イアンが歌う You are love。方してんのよね。で、家族の肖像のコーナーをさ、パート3までやるからねってたらさ、時間なくなっちゃった。高校生の人がいりゃこういうこと